面接始めてまいります。よろしくお願いします。まず初めに自己紹介をお願いできますでしょうか。ありがとうございました。それでは早速ですが、まず学生時代に最も頑張ったことについて教えてください。今取り組んだことについてお話しいただきましたが、なぜ取り組んだのかというところをお伺いできますか。ありがとうございます。では続いて、その取り組んだことの魅力について教えてください。できれば知らない人にも理解できるように説明いただきたいです。頑張ったその取り組み、おそらく目標があったのではないかと思うんですけれども、その目標と設定した理由、教えてもらえますか。ありがとうございます。ではその取り組みについて、最大の困難があったら教えてください。最大の困難についてお伝えいただきましたが、その課題がある中で、それに気づいた背景、きっかけを教えてもらえますか。ではその取り組みの困難や課題、どのように乗り越えたのか、結果も踏まえて具体的に教えてください。ありがとうございます。ではその取り組みにおける反省点があれば教えてください。そして当時に戻れるとしたら改善したいなと思うところも加えてお話しいただきたいです。最後にその取り組みにおける学び、それを社会でどのように生かすのか教えてもらえますか。以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。また再度最後に面接頑張ってくださいの応援メッセージいただいてもよろしいですか。すいません、ありがとうございます。よく学生時代に頑張って取り組んだことについて聞かれると思いますが、ここで話すことっていうのは実は本当に社会に出てから生きるものなんですね。私自身もこの時に話したことが今の自分の軸となって、会社を作ったり今の事業を伸ばしていったりするんですよ。という意味ではものすごく自分を深掘りできるいい経験であり、人生においてポジティブな経験でもあると。ですので非常に大変な作業だと思いますが、ご自分のことを魅力的に伝えられることを応援します。ありがとうございます。